EMU700 型電車は台湾鉄路管理局で運用されている交流電車である。大鉄が採用したラムズすなわち信頼性、利便性、整備性、システムの安全性に基づき環境保護を考慮した初めての鉄道車両である。本形式は区間車の運賃で乗車できる区間心余車と一部の区間車に充当される。本形式は 台湾高鉄 700T 型や同局のテム1000型に引き続き台湾の鉄道事業者が日本より導入した電車である。大鉄では大鉄都市運貨による輸送量の増加に対応して本形式を導入した。最初の3編成は日本車両製造にて落成したが704回以降は日本からの技術移転を受けて台湾車両で内製する。 台湾車両の車内名版本形式は台湾で最初にすべて内製された電車であり先頭車前面は長年採用されていた正面貫通型3枚窓から非貫通型1枚窓になり運転室から広い視野を確保できるように改められている運転台には2つの液晶画面があり TCMS6 月8日に公開された後に 大々色が新塗装として追加されたほか、正面窓の周囲が銀色に改められており、先に納入された三編成も随時改められている。車内の座席は台北都市運と同様のセミクロスシートで、モケットの材質はさらに快適なものに改良されている。側窓には日よけとしてロールカーテンが設置され、客用扉上部には、 社内案内表示器が設置されている。本形式は新築機無断、下吉式無断に配属され、2007年3月5日から7月5日まで、性能試験を行い、8月29日から東西幹線をまたぐ、区間心よ車での運用を開始した。将来は台湾全土の電化区間にて運用される予定である。社内台北都市運の車両等と類似した。 LED 式行き先表示器、車内案内表示器、車両正面と側面、車内の客用扉上に表示器があり、車内から操作が可能である。したがって、従来の行き先表のように、終着駅で取り替える必要はない。設置位置と機能は、台北都市運とほぼ同じである。表示の内容は、以下の通り。車体、日車式ブロック工法による、 軽量ステンレス製で、側面は少し丸みがある。車内、台北都市運と同様に3つの駅名が表示され、進行方向が、駅名の間の矢印で表示される。中央に表示された駅は赤、その他は、緑で表示され、左側の駅名から、中央の駅名に2個の矢印が水平移動する。列車が、停車駅に近づくと、中央の駅名が点滅し、 到着すると、本端となる。扉が開くと、中央の駅名が左へ動き、先に述べたように繰り返す。また、30分ごとに、現在時刻、と表示される。車両正面、側面、赤、または、緑で種別、路線、行き先、行き先の英語表記、列車番号の順で表示する。到着駅案内、停車駅に近づくと、自動放送で、 北京語、台湾語、ッカ語、英語の順で、停車駅名を放送し、乗客に注意を促す。当初は、JR 東日本の発車メロディーが、車内チャイムとして搭載されていた。ドアチャイム、ドアの開閉前に中国語と英語で、ドアが開きますと、アナウンスが流れチャイムが鳴り、乗客が不意に開閉した扉に挟まれるのを防止する。安全装置付けドア、客用扉は、 圧策空気式で素早く開閉ができるほか、台北都市運と同様の安全装置を取り付け、開閉時に乗客や物を挟み込んで、怪我をしたり物品を破損しないようにしている。防音車体 EMU600 型と同レベルの伝送品に加えて、車体の防音処理により、走行時でも乗客には、わずかな空調の作動音と走行音しか聞こえない。車内照明。 本形式では、車体両側近くにそれぞれ独立した道具に取り付けられていて、台北都市運に近い配置になっている。また空調吹き出し口は照明の情報両側にある。緊急通話装置、列車運行中に緊急事態が発生したり異常を発見した際にボタンを押し直接運転室の乗務員に連絡し、処理を行うことができる。これにより、 車掌を探し出せずに被害が拡大することを防ぐ。クリップノンステップ改造後の側面大鉄のノンステップ化事業で全編成が2016年内に段差を埋める更新を完了した。事業は市、加工業講師が担当した。福高市駅に停車中の日本車両製701回試験運転終了後、新築、カ吉シの料金無断に配置され、160両の 投入により大鉄の車両不足という窮状を打破し、通勤電車のレベルアップを図る。また、東武幹線にも投入され、太白角号と合わせて高速バスへの需要流出が、目立つ議ン地区の乗客を回復させる目的もある。2010年12月22日に、ダイヤ改正が実施され、キール内リカンなどで、区間車の増発が行われた。 それに伴って、中間線北谷や議覧線での区間、心よ車がなくなり、EMU700 の運用にも変更が生じた。改正前は、列車番号が、3XXX の区間心よ車や、区間車に充当されていたが、改正後は、列車番号が、3XXX の区間車に加えて、2XXX の区間車にも多く、充当されている。 ただし例外もあり、中間線南段などの区間では、列車番号が 3XXX の区間車であっても EMU500 などで運行される場合がある。また、今回のダイヤ改正で、かよし無段に配置されていた56両すべてが、新築期無段へ転属となり、運用体系が全体的に変わった。現在、西部幹線のキールンヘ東間及び、 東武幹線の電下区間の区間車に充当されているが、改正前に存在した、北めぐる船の総進化連間での運用は、春節など、年間行事の際の臨時ダイヤを除いては原則として、なくなった。編成図樹林駅、第二ホームの弁当販売店京急ラッピング仕様の、区間車先頭車前面の特徴的な連結器カバーの、形状が、漫画、ドラえもんの登場人物。 骨川、スネオの尖った口に似ていることから、台湾の鉄道ファンやマスコミの間では、コーット、コアフク、コーと呼ばれている。また、台北都市運の車両にもよく似ているため、大鉄の早運とも言われている。また、2007年12月に大鉄が、日本の焼きうどん風の弁当の販売を開始し、 放送紙にこの車両の画像が使われていたため、味付けも含めた意味で、アフク弁当と呼ばれるようになった。樹林駅第2ホームに EMU700 型電車の全面をモデルにした弁当販売店がある。後日、よりコンパクトな同モデルの移動式販売カートも登場し、同駅構内で稼働している。2016年5月12日より、 同日の南高駅の一等駅最昇格と、京急との提携1周年に合わせ、統計式第一編成が、京急電車仕様のラッピングが施された。ありがとうございます。